雨の中の初日のゴルフとなりました。まず最初のバーディーはこの2番でした。しっかりね、手前の上りのいいところにつけてきました、はい、4番パー3のティーショット。ここはピンハイにつけてきます。この時はね、ちょっと雨もきつかったですよね。そうですね、やや距離はありましたが、このバーディーをねじ込んでいきます。2つ目のバーディー。さらに5番、この5番ホールティーショットセカンドと本当完璧でしたね、これは難しいピンポジションに、ね、もうベタピンに近いじゃないでしょうかね。うん、その中で連続バーディー。さらに6番パー4のセカンドショット。本当狭い方狭い方にね、山下さんセカンドショットを狙ってきてますよね。これで3連続バーディーとなりました。まあ、いつも通りこう強気に攻めるという姿勢は今日も変わらなかったですけれどもね、さらに8番のパー5でもバーディー。多少距離があっても構いなしという感じ、バーディーラッシュが続きます。前半ラスト9番です。ね、これもショートサイドからしっかり距離回してきました。フロントナインを30で回っていきました山下。後半も勢いが止まりません。11番のパー3、あ、これも素晴らしいショットでしたね。距離感バッチリ、バーディーチャンスをここもきっちりと拾っています。さらに12番は長いバーディーパットなんですが、ここラインも読めていましたし、まあ強くのパット、はい、吸い込まれるように入ってきますよね。さらにこの13番もこれもタフなバーディーパットなんですけどもね、これで3連続。さらに14番、上りで下りでライン難しいですよなんて言ってたところを、素晴らしいパッティングです。この辺りからツアー記録更新の期待というのがかかる中、15、16パーで続いていって17番、さあここもショートサイドから、バーディーチャンスをきっちりとものにしていきます。最小ストローク記録更新になるかの期待がかかった18番、ここも距離があるバーディーパットを沈めまして60、60更新となりました。